坂井正人ドラム伝説のハッカーもフル稼働。TBS、9月、ビバント、モうプッシュ最終回、視聴率30%、ダッシュ計画。毎回視聴者を驚かせる予想外の展開が続き、今期のドラマで最も話題を集めている TBS 日曜劇場、ビバント、21時から、オリジナル脚本をもとに、 豪華キャスティングで描かれた本作は、役柄やストーリーを事前に一切明かさない手法も功を奏し、SNS では各話ごとに考察祭りとなっている。7月16日に放送された第一話こそ、平均世帯視聴率11.5%、ビデオリサーチ調べ、関東地区、で、ワンクール前に放送された福山雅春、54、主演、 ラストマン全盲の捜査官、初回平均世帯視聴率14.7%に届かなかったもののその後、数字は右肩上がりに。8月20日放送された第6話は14.3%をマーク。8月27日放送の第7話も世帯視聴率14.1%と、好調をキープし続けているのだ。ただし、 絡み合うストーリーと人間模様は、伏線回収や今後の展開を予測する楽しみがある一方で、裏を返せば最初から見ていないと追いつきにくいと思わせるリスクがある。もちろん、TBS としてそれは絶対に避けたい。視聴率アップのためには、これまで見ていない人にも気になってもらい、途中からでも見てもらうことが必須です。そのため、 これまでにも SNS でこまめに裏話を披露するほか、番宣として、様々な出演人をバラエティ番組や情報番組に露出させていますが、9月はそれがより活発になります。TBS 関係者。最終回は9月17日だと見られている。それに向けて、TBS はますます番宣を強化するという。そもそも TBS は、 番宣として使いやすい番組がたくさんある。例えば情報番組は、ザ・タイム・ラビット、昼帯・王様のブランチ・サンデージャポンなど。バラエティやトーク番組にも、ジョブチューン・桜井有吉ザヤ会、中井雅宏の金曜日のスマイルたちへ、エースタジオプラスと多数。8月25日には二宮和成さん、49が。 ジャニーズ事務所の後輩であるスノーマンの看板組、それスノーマンにやらせてください、に番宣を兼ねて顔を出しています。さらに、視聴者を置いてけぼりにしない、新規視聴者を獲得したいという狙いでは、ダイジェスト版を作るのが手っ取り早く、効果的ですよね。全道